昔は防衛班ってところで働いてたんです。出来の悪い新人でしたけど、皆さんによくしていただいて、そこで必死に頑張っていたんですが、防衛班は再編されるし、新人さんもいっぱい来るしで、はあ、いつの間にか古参兵になってたんですね、私。私も自分にそう言ってやりたいですけど、時間だけは勝手に流れていくんです。いつまでも新人気分じゃダメだぞって、ハルさんにもよく注意されました。第四部隊は遊撃部隊として少人数で柔軟な運用を行うとされていますけど、そうそう、それなんですが、私やらなくてはならないことがあるんです。第四部隊は二人だけなのに、私が足を引っ張ってばかりで、状況を打破するにはブラストの新機能が、一人で数人分の火力を叩き出すオラクルリザーブが必要なんです。だけど私の人気との相性が悪いので、リッカさんから禁止されてて、でも必要なんです。教官先生の方からリッカさんにお願いしていただけないでしょうか。ありがとうございます。あ、このことはハルさんには内緒でお願いします。びっくりさせたいので。さて、ミッションですね。前回の反省を踏まえて積極的に打ちに行きますよ。エリア情報の送信を開始。サポートは任せてください。さあ行きましょう。時間です。さっさと任務を開始しましょう。ここは何としても守り抜く。侵入を許すなよ。シールさんより撮影エリアの現れた情報を受信。こちらを皆さんに送信します。待機中のオラクル領収現れが形成されます。構成外の役者が戦闘を探知、構成ポイントを移動開始しました。
応急処置だ。狙い撃つ。刈り取る。力が出ないの。オラクル反応消失。すぐに起動。
の準備に入りますね。よかった、私たちちゃんと生きてますよ。強くなったな。私の作ったお菓子、よかったら後で食べませんか。皆さん、こんなのを怒らないでください。早く帰りたいですね。お帰りをお待ちしておりますね。皆さん、お疲れ様です。カノンちゃんにオラクルリザーブか。これはオフレコってことでいい？オラクルリザーブを禁じたのは私じゃなくてハルさん。理由はわかるよね。オラクルリザーブが実戦配備された時、一部のゴッドイーターがカノンちゃんの例の癖を憂慮して連続同期を出したんだ。それで彼女の人気とオラクルリザーブは相性が悪いって禁止にしたのがハルさん。彼女も含めて誰も傷つけないようにね。でもさ、これは純粋にエンジニアとしての見解だけど、あの子と人気の適合率の高さは注目に値する。戦い方はともかく、人気使いとしてのポテンシャルは最高だよ。旧型でどこまで火力が伸びるのか見てみたいと思ってる。今は君がカノンちゃんの教官なんだよね。それなら決定権は君にある。あの逸材を生かすも殺すも君次第だよ。わかるよ。カノンちゃんの成長を見て決めたらどうかな。そうだ、これカノンちゃんに渡してほしいんだ。チューニング頼まれてたの、終わったからさ。